種目目跳馬最後の演技者です。中学3年生でこの一班に入ってきました畠田千秋です。セントラルスポーツ所属14歳です。はい、ユルチェンコの1回半を予定しています。先ほどの杉原と同じ技です。ひねって、はい、あ、着地も小さく弾んだだけでした。はい、そうですね。練習では何度か尻餅をつくシーンもあったんですけれど、はい、本番しっかり立ってきましたね。お母さんのゆきこさんが指導しています。日本体育大学の体操競技部の卒業生です。ですから畠田姉妹は姉妹揃って一般での演技、これは初めての経験です。畠田千秋選手は去年も NHK 杯に出場しましたが、その時は2班でした。さあ、この跳躍どのあたりが良かったでしょうか。はい、そうですね、しっかりついた後の高さ、それから着地しの姿勢も良かったように思いますね。高さ、それから宙返りの正確な動き、さらに着地の姿勢、あとの華奢な体つきもしていますが、筋肉はしっかり、これからまだまだ手足も伸びていきます。お姉さんの筋肉が手足が長い、今年は代表には入ります。世界ジュニア選手権に代表です。来年オリンピックの代表には選手を仕込みます。畠田千秋の得点は跳馬14.000、しかも2得点9点ちょうど。一般は全員